この番組はご縁の輪を広げて素敵な化学反応を起こそうをコンセプトに開催しています。広げよう友達の輪。もうね、ありがとうございます。今日はですね、スゴレッチさんこと萩原健二さんに来ていただきました。はい、ですね、まあスゴレッチさん、軽く自己紹介していただいてもいいですか。スゴレッチさんがいいのかな、はい、スゴレッチさん、スゴレッチさんでいいですか。萩原さん、萩健です。萩健さんでいいですか。萩健です。萩健さんで、はい、体リフォームコンサルタントで、整体師の、萩原健二と申します。で、スゴレッチは私が施術をやってるものをセルフでできる整体ストレッチということで全国に広めております。はい、そんな活動してます。はい、はい、そしてこちらサスティナブルファッションスタジオっていうことで、まあ、私スタイリストなんですが、なのでファッションチェックっていうのをいつもしてるんですね。ファッションチェック、はいはい、どんなコンセプトで、はい、私ね、でもね、あ、ごめん、ごめんなさいね、皆さん、萩健さんに聞いてからにしましょうね。はい、はい、どうぞ。はい、まずですね、ファッションとしては、なんですね、動きやすいっていうのをなんか一番モットーにしてて、動きやすいんだけど、なんですかね、いわゆるなんかジャージとか、なんか運動着じゃなくて、なんか本当にこうスーツジャケットを脱いで、なんか本当に何ですかね、こうスタイリッシュなんだけどカジュアルになりすぎない動きやすさみたいなのをなんか意識してます。はい、私ね、すごいと思いました。でね、いつもこのお洋服なんですよ。うん、で、どうしてこれにしたんですかってお聞きしたら、うん、僕のお客様はサラリーマンが多いからサラリーマンが着てそうなお洋服っていう風にね、おっしゃったんですよね。これってブランディングなんですよ、実は。スティーブン・ジョブスは黒いタートルにリーバイス501にナイキのシューズってもう毎回そうだったじゃないですか。萩健さんはいつもこの白いストレッチの効いたシャツにこのスラックスなんですよ。でも萩健さん、スゴレッチさんっていうね、一目見てパッと分かるっていうことが、これまたブランディング、洋服をツールとしてうまく取り入れてるっていうところで、さすがです。ありがとうございます。本当に、はい、はい、で、私ね、施術をしていただいたじゃないですか。うん、はい、でね、私ね、ヨガのインストラクターやってる割には、うん、体が歪んでたんですよ。で、しかも呼吸が浅かったんですよ。まあちょっとショックではあったんですが、でも自分を客観的にね、また見直すっていういい機会になったんですけど、すごく独特な施術かなと思ったんですが、これはどうしてここに行き着いたんですか？ですね、なんか整体っていうとなんかマッサージするとか、うん、ボキボキするとか、うん、なんかそういうイメージがあると思うんですけど、うん、本当こう読んで字のごとくなんで、あくまでも整える体って書いて整体なんで、うん、本当に整える時に何をしたら整うかっていうことを追求した結果、うん、あんな感じになったって感じですね。なるほど、はい、で、そうなんか要するに整えるっていうか元に戻すっておっしゃったじゃないですか、うん、はいはいはい、なんか自分の元に戻すっていう、うん、でそこのコンセプトなんていうんだろう、考え方は萩健さんが生み出された、はい、まあ何ですかね、こういわゆるいろんな施術の理論とかやり方ってあるんですけど、何、うんうん、だろう、その全てを集約したのが、まあ、今の形になったって感じですね。よくなんか治療家さんであるのは、うん、自分の理論に相手を当てはめちゃうんです、うん、だから結果治らないっていうことが出てきたりとか、うん、ちょっと無理があったりとかするんですよね、うん、だけど人間の体って本当にこういろんな要素があるんで、うん、なんかこう本当にいろんな要素をこう多面体のものをこういうアプローチですね、うん、なんかさまざまなこうアプローチをするから治っていくっていうところがあるんで、うん、だからこそなんか大事なのは、うん、なんつうの、治すんじゃなくて戻すっていうのは、うん、本来の体のバランスに戻してあげれば、うん、そもそも症状って出ないですよね、うんうん、だから症状にフォーカスを当ててる限りは、うん、なかなか治らないとかですね。なるほど、はい、
で、すごく、でもそこに行き着くまで、なんかやっぱりこう難しく、難しくっていうか専門的に、はいはいはい、お話しするのが簡単に伝わるじゃないですか。それはどういうなんか訓練ですか？あ、これはそうですね、やっぱりなんかそう専門家ってなんか難しいことを難しく言うのが専門家だとしたら、うんうん、それでは相手が理解してくれないんで、うん、結局なんだ体ってなんか自分の脳が理解して初めて体が変わっていくとしたら、確かにそういかに簡単に伝えるかっていうのがすごく大事だなと思って、うん、だから私のコンセプトは、うん、そう健康を簡単になんで、うん、いかに簡単に伝えるかっていうことで言うと、体をもちろんこう見る訓練をね、うん、してますけど、それと同時にこう話す訓練っていうか、うん、そういう勉強も しましたね、はい、伝達力ですね。伝達力、はい、どのくらい練習したんですか？ですね、1年ぐらい、うん、本当にこうだったそのスピーカートレーニングっていうなんかこうものがあって、うん、なんかその能力開発のこう会社があって、うん、そこに行って、うん、なんかいかにこうなんか難しいものを簡単に伝えるか、うん、あとは ロジックをイメージで伝えるかとか、うん、なんかそういうのをずっとこう繰り返し、それって一回自分のこの整理整頓、はい、頭にこう浮かんでるものを文字起こししたりするんですか？はい、文字起こし自体はしないんですけど、うん、なんですかね、こう大事なのはいかに、うん、原則って、うん、なんて要するにこう本質みたいなものを追求していくと、うん、本質って変わらない普遍的なものなんで、はい、何にでも置き換えられるんですよね、はい、私は体の本質を追求していくと、うん、結果的にそれはなんか家に例えられたりとか、うん、車に例えられたりとか、いろんなことに例えられるようになってくるんですよね、うん、だからこう絶対的なものは、うん、体以外の全てのものに置き換えられるんで、うんうん、なんかどっちかっていうと煮詰めていったって感じですね、はあ、本質を煮詰めていったって感じですかね。本質を煮詰めていって、はい、でも簡単な言葉に表さなきゃいけないじゃないですか、はいはいはい、それはもうそのスピーキングっていうか書くんじゃなくライティングではなくて、はい、スピーチっていうところで訓練していく、はい、もう私の場合は現場トレーニングですね、もう毎日毎日が、はあ、本当にこうね、話す伝えるっていうことをするんで、うんうん、いかに患者さんにですね、お客さんに分かりやすく分かりやすく分かりやすくを、うん、なんかずっとそれをずっと意識しながらやってたって感じですかね。本当に分かりやすいんですよ、うん、で YouTube で、はい、今配信されてるじゃないですか、はいはい、1分とか、はい、短い間でね、はいはいはい、それも自分ご自分がやってきたことを、うん、その表現するので、はい、1分っていうところにまとめる、うんのをご自分で作られたんですか？はい、そうですね、結局、うん、なんか健康ってやれ、うん、なんか極めれば極めるほどとかやればやるほど良くなるのは当たり前なんだけど、うん、でも一番大事なのは習慣にすることなんですよね、うん、確かに。そのだからなんか、うん、一応、ね、なんかこれを 100% でやるよりも、うん、実はなんか 60% ぐらいで続けられた方がいいんですよね、うん、理想は多分例えば3分やった方がいいとか、うん、あるとしてもそれ1分で全然いいんじゃないかなと思って、うん、それよりはそう簡単で続けるっていうことを意識してるんで、だから1分ぐらいだったら続けられるなとか、確かに、あとは1分ぐらいだったら見れるなとか、そんな感じですよね。そして一つ一つの、はい、やることが簡単じゃないですか、うん、はいはい、ね、すごく簡単に、あ、はい、誰でもできるっていうか、うん、そこからの、まあ、第一歩ステップがすごく簡単にできるっていうことがまた大切ですよね、うん、はい、でも、うん、そのスゴレッチの1分間をやりつつ、うん、はい、やっぱり手当てって言って、うん、人にこう直していただくっていうのが、はいはい、またこれが気持ちいいんですよ、うん、はい、本当に、うん、本当初めての体感だったんですけど、うん、こう伸ばしながら動かすっていう、はいはいはい、その感覚がね初めてだけど、うん、すっごい気持ちよかった、うん、素晴らしい、もう本当に、はい、はい、で、今までどのくらいの人数の方を施術されてるんですか？そうですね、大体延べ5万人くらい。5万人、はい、そのやっぱりね、うん、経験ですよね。そうですね。で、人も育てられてるじゃないですか、はいはい、何人ぐらいのインストラクターを、今は、
施術家、あの治療ができる人と、あとはすごいストレーナーで予防ができる人で、今1年間で100人で、延べ100人ぐらいです。はい、その方たちは、はい、もうあの萩健さんのように、はい、あのこう施術もできる。そうですね、施術もやってますね。はい、施術もしているし、うん、あとは予防でなんか自分自身でこう身近な人たちに講座とかを、うんうん、やってますね今。はい、やっぱりね今ね健康第一位ですもんね。うん、そうですね。でコロナでお家にいるじゃないですか。うん、はいはい、お家にいるとどんどん、はいはい、運動能力も下がってくるし、はいはい、ね、でそういう方たちがオンラインでもできるんですか。オンラインでもできます。あ、はい、オンライン講座いいですよね。オンライン講座いいですね。はい、女性と男性とどっちが多いですか。今のところ女性の方がオンラインというか、うん、講座は多いですね。どんな方々が受けに来るパターンが多いですか。私 の, コンセプトが体をリフォームするなんで、うん、まあ、40代50代ぐらいが、うん、まあ、一番多いですね。うん、なんか20代30代は、うん、なんで若さで乗り切れるから、うん、そんなに体がなんです崩れても、うん、なんで気力でなんとかなるんだけど、うん、気力でなんとかできなくなるのが大体40代50代ぐらいなんで、確かにその時にリフォームするっていう、そのから、その人生100年時代のこの体をもう一回元の状態に戻して、うん、ここからまたスタートしていくっていう感じですね。うん、はい、で、今日はお宝を持ってきていただいているんですが、はい、どんなものでしょうか。はい、話の中にも出てきたこのスゴレッジです。はいはい、これ完売なんじゃないですか。そうなんですよ。そうですよね。はい、もう完売で、もう買えないですよね。はい、買えないみたいです今。じゃあどうやって持ってきてもらってもみんな買えないじゃないですか。はい、ですね、Amazon で言うと電子書籍は買えます。なるほど。はい、あとは、スゴレッジチャンネルっていう私の YouTube チャンネルがあるんで、はい、まあ、そこ、してます。はい、そこを見てもらえると、スゴレッジ、詳しく載ってるんで、うん、はい、そんな感じでちょっとね、こう見てもらえれば嬉しいなと思います。またね、楽しいんですよ。なんかね、その一つ一つに名前がついていて、はい、東京タワーとかね。そうですね。だから覚え、なんかこう、覚えやすい。はい、セクシーストレッチとかね。うん、セクシーストレッチとか。すごく覚えやすくてやりやすくって、はい、もうね、ぜひチャンネル登録無料なんで、はい、チャンネル登録していただいて毎日、ね、習慣づけていただくっていうところがね、はい、そしてたまに萩健さんに、いや、やっぱりたまにじゃない、ごめんなさい、やっぱりね、やっぱり萩健さんにちょっと触ってもらいたいなって、はい、施術してもらいたいなと思ったら、はい、場所は恵比寿ですよね。恵比寿あります、はいはい、でもね、これがなかなかね、予約が取れないんですよ本当に、はいはい、まあ、ここ の, サイトにね、全部、はい、情報は載せさせていただきますの で,、うん、で気持ちがいいのでね、私体験したんですが本当気持ちがよくって、私の周りなんかすごくたくさんお伺いしてますよね、はい、そうですね、おかげさまでありがとうございますいや、はい、ね、なのでぜひぜひ皆さんどうぞご興味のある方はいらしてください。はい、今日のゲストはスゴレッチさんこと萩原健二さんでした。はい、スゴレッチすごい、ありがとうございました。